皆さん、こんにちは。フォーサイト専任講師の福沢です。今回は、令和元年度行政書士試験、問題32番、見ていきたいと思います。はい。で、問題32番ですね。まずはね、問題文から見ていきましょう。はい。建物が天体された場合における、賃貸人、建物の所有者、賃借人、天体人、および転弱人の法律関係に関する次のあからおの記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、妥当なものの組み合わせはどれかという問題ですね。 典型的な転貸借、それから賃貸借の問題ということなので、学習の題材としてね、非常にいいのかなと思いますので、ぜひ、この問題はしっかりとね、やっておいていただければと思います。見ていきましょう、順番です。まずは、あからです。あ、賃貸人の承諾がある天体において、賃貸人が当該建物を転着人に譲渡し、賃貸人の地位と転弱人の地位とが同一人に帰属したときであっても、 賃借人と転借人間に天体借関係を消滅させる特別の合意がない限り、天体借関係は当然には消滅しない。A がいて B がいて、まあ、C がいるということですね。A が B に関して貸しているということで、賃貸人ですね。で、この人借りてる人。C は天借人ということです。この場合に AC が 同一人になった。売買等によってね、A が C に売却したということで、A と C の地位が同一になっても、B を無視することはできませんので、そこにある通り、特別の合意がない限り、天体借関係、つまり B との契約関係は当然には消滅させる必要性がないということです。従って、A は正しいということでいいと思います。次に、E です。賃貸人の承諾がある天体において、 賃借人による賃料の不払いがあったときは、賃貸人は、賃借人及び転借人に対してその支払いにつき催告しなければ、現賃貸借を解除することができない。賃借人に対しては契約の相手方なので、もちろんそうなんですけども、転借人は、賃貸人からしてみると別に契約関係ありませんよね。だから、わざわざね、この転借人に対しても催告する必要性っていうのは、これはないですよね。したがって、 意は誤りということでいいと思います。次に、うですね。賃貸人の承諾がある天体であっても、これにより、賃貸人と転借人間に賃貸借契約が成立するわけではないので、賃貸人は転借人に直接に賃料の支払いを請求することはできない。ということです。まあ、これはもう条文ですね。613条1項。これでね、明確に、賃貸人は転借人に直接賃料の支払いが請求できる。 とありますので、これは誤りということでと思います。条文で切れますね。はい。で、えとです。まずえです。え無断転貸であっても、賃着人と転借人間においては、転貸借は有効であるので、現賃貸借を解除しなければ、賃体人は転借人に対して、所有権に基づく建物の明け渡しを請求することはできない。 もう無断転退ということになってますので、基本的に賃貸人は転弱人に対して遠慮するっていう要素がゼロなわけですよね。転弱人からしてみると、私はね、賃借人から借りましたよっていうだけの話であって、賃貸人はね、だから何ですかって、私はあなたと契約した覚えはないですよってことですから、無断転退ということなので、所有権に基づく建物の明け出し請求は、これはできるんですよね。できる。ということなので、A は誤りということでいいと思います。最後はですね、 無断天体において、賃貸人が転弱人に建物の明け渡しを請求したときは、転弱人は建物を使用収益できなくなる恐れがあるので、賃借人が転弱人に相当の担保を提供していない限り、転弱人は賃借人に対して、転貸借の賃料の支払いを拒絶できるということです。これ判例ありますのでね、丸ということで、まあ要するに A がいて B がいて C がいたときに A がね、返せって言ってきたわけですね、C に対して。 ただ C は B に対して賃料の支払いをね、拒絶できるということです。自分が使えなくなるかもしれないということなので、B さんにね、おちおち賃料払ってられないということです。というわけで、結果ね、正しかったものは、あとをということになりますので、正解は2番ということになります。はい。というわけでね、まあ、この問題に関してはですね、賃貸借、それからその転貸借ですよね。ここの部分の契約関係ね、 いろんな知識が出てきてですね、非常によくまとまった問題なので、もしね、この辺ちょっと苦手だということはですね、ここでしっかりとね、復習をしていただければというふうに思います。それではね、この問題は以上としたいと思います。